皆さん、こんにちは。まいまいチャンネルで、え、ようこそお越しくださいました。まいまいチャンネルは、えー、今年の4月30日に始めたばかりの、えー、まだまだほやほや赤ちゃんなんですよね、チャンネルが。で、どうしようか、せっかくチャンネルを開いたので、 私の顔も開いちゃおうかなっていうふうに思って、えー、今日こういうふうにあの動画をあの撮影してみました、えー、まあ見た通り60今現在68歳のおばあちゃんですね、えーま、チャンネルは赤ちゃんですけどもやってる私はおばあちゃんのなので えー、これからいろいろなことをまだ全然わからないで、えー、チャンネルを解説してしまいましたけれども、えー、これからいろいろなことを勉強してまあ皆さんに教えていただくんですけど、えー、勉強してチャンネルを、えー、頑張っていきたいなっていうふうに考えてますのでよろしくお願いいたします。 えー、では私のちょっとちょっとだけ紹介をしたいと思いますえっ、ー、と、えー、現在68歳さっきも言いましたけど68歳のおばあちゃんですえー、孫もたくさんいるんですまあそれはいいとしてえー、とうんと、えー、65歳の時に 地域の老人会に入れていただいて、えー、月2回の老人会を楽しんでますだいたいそうですね、えー、と55人ぐらいの、うん、と会でその中で毎月2回あの集まりがあってだいたい全員が出てくるなんていうことはねあの老人会なので えー、うんと、入院してる方だったとか、まあ、様々、いろいろな方がいて、あの、なかなかね、あの、全員が集まるっていうことは、なかなかないんですけど、でも大体、えー、月2回の間に、うん、そうですね、30人前後が、まあ、大体集まりますね。その中で、 えー、麻雀をする方も、あの、いたり、麻雀を楽しんでるね、方もいたり、それから、なんかカメラがなんかおかしいんですけど、それから、うんと、えー、カラオケまあ、ほどんとんどカラオケを歌って楽しんでる方がいたり、それを、からカラオケを歌ってる方を、この見て、 あ上手上手と喜んでいる方もいたり、えー、っと私はもっぱら、えー、おばあちゃんたちあ自分もおばあちゃんだねおばあちゃんたちを、えー、あの相手に <laughs> あの楽しいおしゃべりを <laughs> おしゃべりをして一日終わるんですよね。そうやって月2回頑張っております。頑張ってる じゃないね楽しんでるんですね。楽しんでます。なんかあのー、初めての、えー、こんな動画なんですけど、えー、何をお話しし,していいか、<laughs> あの、あのー、かつ舌も悪く聞きづらいと,ところもあると思うんですけども、まあ、初めてだと思って、多めに見てほしいなっていうふうに、 思ってます、えー、あの老人会で、えー、あの日本舞踊の先生がいるので、まあ、あの私たちに日本舞踊を教えてくれるのでそれにあの参加させてもらってます、えーあの。日本舞踊を習って年2回ほど舞台に あの出るのでそのれもっぱらその練習を今年はこの踊りを頑張りましょうということであの踊りをあの練習させていただいてますあとそうですね、まあ、趣味もいろいろすぐのめり込んで秋っぽいんですねすぐ飽きてしまいます。 <laughs> あのー、なんか今までにねパッチワークそれから絵手紙それから、えー、手編みペイントなんかこういろいろあのー、やってはみるんですけどもああんか合わないなーとかって思っちゃって、あのー、なかなか、えー、続いてないなっって。 それと、今現在、あの、ハマってるものがあるんですけど、ま、YouTube もハマってますよ。えー、だから、こんな風に顔も出して、あの、やっていきたいなっていう風に思って、あの、や、あの、やろうと思ってるんですけど、今、あの、YouTube を見るようになって、ファイル作りだとか、それからデコパージュだとか、 そういうものになんかハマってあのー、私も作ってみたいなーっていうふうに最近思うようになって、えー、この材料紙を買ってみたりだ,だとかマステを買ってみたりだとかあのーまあ、ファイルのファイルに使うものを買ってみたりだとか あの、ファイルをちょっと買ってみたりとかしながら真似して、あの、参考にさせていただいて作ってます。うーん。ま、あそれも素質ないのかななんて思うけど、まだ、まだやってますよ。えー、この、マイマイチャンネルの中でも、えー、紹介していきたいなっていうふうに考えてます。 えー、この赤ちゃんチャンネル、えー、赤ちゃんではないんですけど、マイマイチャンネルをこれからどうしていくか、あのー、まだ、あのー、自分でもはっきりしていないんですけども、一切に、あのー、なるまで、一年間、来年の4月30日まで、まず一区切り、 あの、頑張っていきたいなっていうふうに考えてますので、皆さんの、えー、コメント、あの、ご意見、こうしたらいいよとか、ああしたらいいよとかいう意見がありましたら、ぜひ、えー、教えていただきたいな、コメントしていただきたいなっていうふうに思ってます。えー、では、今日はこの辺で、えー、また、 あの、近いうちに動画をアップしたいなっていうふうに思いますので、その時はまたよろしくお願いいたします。では、さようなら。またね。